おはようございますはい、名古屋常識学会革命チャンネルのジョンです、はい、よろしくお願いいたしますあのいい天気です今日はあの今日私は走りましたえー、運動してましたでしょうか最近あのコロナありますんであのもう運動って本当大事ですよね免疫力とかもうつけるの最高に運動いいのであのぜひ知ってない方はしてほしいなと思います あの習慣になってるんですけどあの朝筋トレとかあのランニングしてます必ずでもうそれしてるんでもう燃えるんですよねさあもう朝から初っぱなから何があってもだからそれもう最高に燃えてるんでもう朝も達成してるじゃないですか自分の,あの決めたことをもうこうやって運動することってもう本当に大きいのであの朝運動したら幸福度数がもう爆発的に上がるんですよ あの,ほあの普通に生きるっていうよりあのもう走ってるとかそれだけでもう幸せっていうのがデータに出てますこれはもうあのメンタリストのダイゴさんも言ってましたであの、まあ、僕あの結構思うのがあの悩みとかって多い方多いと思うんですよだまあいろんな方がいますし事情があるんであの 大変だなといは本当に思いますしでも全然分からないんですけど自分ではあの気持ちはその方の。で一つあの助言できるかなということがあれば走ったらいいなというふうに朝あの歩いてもいいですし歩いたりとかあの走るとかちょっとでもいいからあの体を動かしてみるっていうことはおすすめです。あのもう精神って変えれないのであの運動とかしたらもうすっきりするじゃないですか。 ああのまあ、昔のマラソン大会とか思見たらわかるんですけど結局そうなんですだあの走ったのって気持ちよくないですかたぶん忘れると思うんですよ感覚をあの僕も忘れたらね忘れますしあの学生時代にね野球部だった人が辞めたりしたら太ったりするじゃないですかでこれやっぱり運動の楽しさとか忘れてしまうしあので今僕してるんですけど相当。 うん、学生時代は全然してますだからあの今成長してる実感があるんですね筋肉がついて体力がついてあのこの年齢なのにかなり強いと体もうこれは自分の中自信になってるのであのもうこういった自信の裏付けっていうのが筋トレとかあの走っていくとか歩くとかこういったことは相当いきますだからもうおすすめだしあのしないでもったいないなというのは感じるしあのもうねニュース見ても変わらないし現状は。 自分が成長していくということは一番大きな喜びだしでそれをできているということは一歩ずつ自分の足で積み重ねているということの事実があのもう自分に対しての自信をかっていくんだなというふうに思いますあのねあのまあそうですよあの困った、ね、悩んだら走るイラついたら走るなんだ走ったら全部解決したっていうのがちょっとね僕作ったんですけど面白いかなと思って <laughs> あの走ってみたらいいと思うんですよ全て。 あの走ってみたら終わるんです話があの運動したらあの脳で考えても難しいですよスッキリしてるには走るとかあのスポーツするとかあ,のああいったことが最高ですよねだからあの今コロナあるんでそこできない方もいいかもしれないですがあのそうだ運動するっていうことは本当に大事だということはお伝えしたいなというふうに思いますあもう自分の体って一個しかないしあの、ね、この体を鍛えるっていうのはあの自分に対しての自信にもなるし であのもう財産ですよねこの体って一個しかないのであのこういったあの自分を大切にするっていう意味でも鍛えるべきかまあこうやっぱりこう閉まったからってあのまあいろんなね好みあると思うんですけどあのごついな好きとはでも結局自分がそうありたいっていうとにあの頑張って努力しているこの事実っていうのはすさまじい自分にと自信になりますよね。 これがもう分かるのであの年齢を重ねていても60歳でもやるべきだと思うしやらなければ損だなというふうに思います、うん、まああの自己成長っていうのはずっと続いていきます人生であの成長し続けるような人間だし成長し続けるからこそ面白いし人生があのだからあのそういった意味であの運動そういうのは大事だと思ってますあの逆にね今僕思うんですけど あの僕学生時代早いんですよ足が全然圧倒的にあの長距離系だったんですで今短距離系になってます筋力は多分過去最高記録ってもう普通に平均値にないぐらいなんですけどあのでも今普通に高校生の速い人が走っても同じぐらいかなというふうに思うしあのだからねこういうことがあるんですよあの頑張っていればあのこんなことありえるんですあのだからねあの不可能とか ももあるかもしれないんですけどでもそのなんだろう人が言う不可能と自分のねして出した不可能か不可能って違うじゃないですか普通に考えてできないと思われてもあの破ることってあるんですよ人が広ロとかをそれと同じようにあの人があなたできないって言っても自分はしたらいいと思うんです自分がしたら向こう何も言えないしあの勝手に言ってるだけですからね相手はあの不可能って言われる筋合いないのであの自分があのまあ 僕は無視だと思ってます、ああいう発言は。無視をして、自分で努力をしていくのが大事ですし。で、結果を出すのは自分だし。あの人は別に褒めても褒めなくても、自分の結果を出すということの、ね、事実が自分自身なので,で、これを見てくれる人は絶対います。で、この結果をみんな見るので、結果の姿勢を、努力する。あのだから、人は関係ないですよ、自分があの頑張れかどうかしかないんですよ。だからそういう人が遠ざけるべきだし。 自分を応援してくれる人を近くに置くべきだし、あのこうやっていろんなことを考えながらあのやっていくことが大事かなというふうなことは思いますね。あの応援者とか、そういうことを、方を集めていって、で、みんなで団結をしていって、えー、っと、夢とか目標を成していくということは一番大事だなと思います。はい、という感じでございます。あの、あの多分友人とかもあのいろんな方いると思うんですけど、 やっぱりこう僕思うのはやっぱり友人も選ぶべきですよねあの。友人も選ぶべきだし、やっぱりこう、どうしてもマイナスの発言をする方って難しいんですよ。あのやっぱりこう、マイナスのことを言われたら、自分落ちるじゃないですか、気分が。で、どん,どん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 入ってくるし、自分の中に。だったらね、これも割り切ってしまった方がいいんですよ。あの友人を選ぶべきだし、あの自分に対して、 マイナス影響もたってしまう人は付き合うべきじゃないなというのは思いますね正直言ってあのメリットはないですよ傷の名前というかあの相手はあのね悪口というのは自由なんですけどまあ自分がいいふうに思わないのであ,のああやってやっぱりこう自分がそれを聞いてたらもう自分が言うようになってしまうしあのそんな自分って嫌だと思うんですよだったらもうあの、ね、人を褒める人とかああいうふうな 人間的に素晴らしい人と付き合ったらあのもう自分を感化されて変わっていくのであのもう付き合う人間を選ぶべきだし選ばなければならないというふうなことは思います一回の人生の中であの自分が付き合いたい人とそしてあの惰性で付き合う人ってのは、あのはもうこれ区別すべきですよね間違いなく、うん、そうしないともったいないです時間があの別に相手がかわいそうでもないんですよ別に相手が相手に言ってるだけなので 相手は相手の課題ですよ。相手はそのね、合わなかったら、今度また違うね、友人を作ると思うし、で、まあ、自分は自分の人生なので、自分の付き合いたい方とつながっていくと思うし、あのだからそういうふうなことでなってますよ。自分は自分なんです。だから、あの相手のことを気遣うんであれば、あの別にあの付き合いたくないんだったら、別にねあの、付き合わなくてもいいと思います。私は。はい。だからまあ、自分の意思とか、自分の思いを尊重して、 相手を優先するんじゃなくて自分ですよ自分を尊重していく。自分を大切にする上であの、自分が本当に付き合いたくないんであれば、付き合う必要はないですよね。間違いなく。あの自分を殺す必要はないですよ、意志を。意志が大事ですし、自分の。相手の意志じゃなくて、自分の意志です。第一優先は。これを念頭に置いてやっていくことが一番大事かなというふうに思います。自分の人生一回だけです。自分の人生一回だけなら、 あの、もう自分の決断をして。あの、人に何をやれようと。自分が、あの。アクションを起こして。付き合いたくなければ。付き合わないでいいと思うし。付き合いたい人を付き合った、いいと思います。はい。以上でございました。あの、まあ、今日は。あの。まあ。友人関係とかもね、そう、及んだんですけども。あの、もう、そんな感じです。自分の意思とか、その、自分、思いに関して。生きていく。あの、これが大事です。 あのこれをちゃんとして言けばあの必ずていい本に行くしあの1回の人生は自分の決定権があります決定権は自分しかないだからあの僕はそういう意味であのですよ、うん、ちょっとあの話しとれるんですがあの、ね、走ることはそういうふうな人生だと思いますあの人生を走り続けるんですよ走り続けるので変わっていくべてがだからもう ちょっと話を戻しますと、朝走りたいと思います。あのその癖がつきます、習慣の。あの人生走るものです。突っぱるものです。ぜひですね、あのこうう朝の習慣からあの自分の生き方に関連づけてなってくるので、あのこうやって朝運動して、あの自分を、えー、まあ、ふりたらせていき燃え、燃やしていく。<laughs> そして、えー、人生も突っぱる。はい、ということで、皆さん、あの人生ですね、突っぱしっていきましょう。はい 以上で、えー、本日の動画を終わらせていただきます。はい、えー、本日もありがとうございました。では、えー、また次の動画でお会いしましょう。はい、失礼します。